大盤解説室の方には米永誠棋聖と加藤九段においでいただきました。先生たちよろしくお願いいたします。この西の巨匠対決ご覧になってみて米永先生いかがでしょうか。そうね、この、まあ、盤面をね後で見ていただくと分かりますけれどね、内藤さんの駒は攻めの真ん中にまっすぐ置いてある、有吉さんはね自陣の方の線上に置いてあって駒がちょっと下がってんですね、はい、で少し斜めになってる駒もあるんですよ。それちょっと確かめてもらいたいんですけどね、まあ、これでずっと戦ってんですよね。先手5六銀。加藤先生はいかがでしょうか。あ、そうですね、まあ今日の展開は両者得意の形になってまして、うん、まあ、お互い非常にこう硬い展開になって硬い形になってますから、まあ、なんか非常に落ち着いた感じの将棋になってますね。それではお二人で解説の方をよろしくお願いいたします。今1四と突いたところですかね、はい、こちらのところね、はい、あ、でこちらも この形になってるんですね、はいはい、銀がこう上がりましたね。もう、あ、まあ、銀上がったんですね。上がっ、でこれこれこれ、はい、この形で上がっ、でこれこれこうなってましたね。この形ですね。はいはい、これでね。形勢はどうなんでしょう、加藤先生。まあ、あ、まあ一面まあもちろん互角だと思いますけどね。まあ、特にあの力の玉もしっかりしますよね。まあこちらは左飛車のまあ定石形で、まあこれはお互いまあ不満のない展開でしょうかね。お互いに不満がないんですか。ええ、そんな感じしますけどね。10秒。まあ私もどちらもってもよくやってますけども。あ、そうですか。ええ、まあなんか永世生徒も私よく左飛車でもよくやりましたし。お互いにね。やりましたね。お互いにいろいろ思い出ありますけどね。はい、ね、ええ、まあこんなにこういう将棋なんだまたなったことありませんね。はいはい、先手4五銀。あ、五五歩に四五銀と出まして、ほうほう。で、まあこれはまあ普通は角を引くならば。ここぐらいですかね、引くのはね。10秒、まあ、まあこう出てはあとどっちみち手が戻るでしょうから、まあ、引くここですかね。後手5三角。あ、お引いてで引いて、まあ、これそろそろという感じですかね。そろそろですよね。そろそろこう行くような気がしますね。これあのぐずぐずしてこうなってこうなったらまずいですからね。ですからかといってまだ6五歩同歩同角もちょっと、あ、いや、この局面ですよね。はいはい、6五歩同六五歩同桂も6四角ぐらいでちょっと秒ちょっとだから、ま、もう一番無難なのはこうですかね。いやー加藤さんね、それはダメだ。加藤さんね、加藤さんね、長い間付き合って内藤さんがそういう人間じゃないってことを分かってなきゃおかしいんだな。いや、じゃあこれ行きました。もう当然そうですね。これはね、善悪じゃないんですよね。善悪じゃない。でまあ同歩同角、まあ普通は同歩同桂6四角となると思うんですけど ね、 そ、 ね、その後がも後は注目されますね。そうです ね、 ね、25秒。あ、もう、あ、でも 取らなかったですね。もうこれで、ね、ね、一気に、まあ、でこうなったら、まあ、今度これはもちろんこれが狙いですけども、はい、じゃあ、まあ、6四歩ならば6四歩同角の一手ですよね。そうですね、うん、はい、それでまあ普通に考えたら仮にこうなって6四歩同角で、まあ、例えば一目こんな感じですかね、はい、後手6四同じく角。でよく手が見えますね。すごいね。でこういう感じでね。いやいやいや、まあ、まあ、こうですよ。プロみたいだな。よく手が見えるね、こういうのね。かなり、これで分かる、将棋結構分かってるんだね。ほう、将棋はよく分かってるんだね。で、まあ、多分こうやらないとね。そうですね。まあ、こうでしょうね。はい、でこの時に、まあ、まあ、一目、これはありますか。ね。これ強力ですよね。いや、そんなことないでしょう。先手六六飛車。ええ、いや、これはね、ええ、この形は、ええ、飛車を切って銀が逃げることになるから、ええ、ただまあ、ただまあ、やっぱこの形で結構ちょっと飛車持たれてると結構薄い先手薄いと思いますね。なるほど。うん、だから六二飛車と六二飛車を指した局面はちょっと後手いいんじゃないですかね。あ、そうですか、ええ、あなたがそうだとおっしゃるから多分そうなんでしょう。あ、やっぱりね、ちょっと後手6二飛車、うん、これでこうですよね。これはちょっと、うん、ちょっとこの形がちょっと薄いと思いますよね。ね、いいかも。かに六、まあ、角一つ上がるんじゃないんでしょうかね。ああ、まあそうです。あ、いやいや、いやいや、あ、まあそうですね、わかりませんけどね。うん、そうですね。例えば角一つ上がると、まあ場合によっては角引く手もありますね。ああ、そうですか。だからまあ25秒、うん、
戦で、あ、まあ、上がりましたね、やっぱりない、それはもう何十年の付き合いですからね、善悪じゃないんですよね、これはね、そこでですね、だからまあここで例えば一目こういう形とか、まあ、こういう手はどうでしょうね、はいはい、ああそうですか、ええ、ただここでこうポンと歩を打つ手があってね、そうですね、例えばですよ、え、例えばね、そうそうそう、ええ、まあそれでですね、はい、まあ、まあ、例えば仮にこうやりまして、はい、で銀出ますよね、ああ で、はい、で銀出て、まあこれでここでこう金こう上がっておくという感じでね、後手5二金、あ先に、あ先に、はい、あ先にですか、ほうほう、はい、なるほどね、うーん、手堅いですね、手堅いですね、はい、そうしますと、そうしますとですね、うーん、まあまあ例えばここの局面いろいろありますよね、まあ例えば一目はこう突くとか、はい、まあまあ玉上がるとか、はい、先手8四歩、ああ、いやただ僕はこう言ったんですけど、はい、ちょっと下手するとこれちょっとぬるい感じもするんですよね、あこう銀取られてる間にこちらの方に行ったんですけどね、まあ、ただ、うん、まあ、まあ、間に合えば一番いいんですよね、はい、そうですね、ね、うん、後手4四歩、あでも、うん、確かにこの歩は結構効いてるかもしれませんね、で、まあ、こうなら当然こうなりますよね、もうこう、いや、え、もう他にありますかね、あ、黙ってなる、いやいやいや、やっぱ取って銀出るんですよ、そうでしょうか、まあそれは分からないんですけどね、いや私は聞き手ですから、いや、じゃあ、あ、そうですか、やっぱ聞き手、私は切らないと思うんですけどね、そうですか、まあ、僕は、あ、私はこうやって、はい、で、まあ、こうやっておくと、やっぱりその方がいいんですね、先手8三歩なる、加藤さん、あら、あなたはね、どうもやっぱり、どうもやっぱりじゃない、あなたはね、何十年の付き合いだか分からないんだけど ね、 このね、あなたはね、将棋の最善手を求めてるんです、私はね、この人間ならどういうことを指すかっていうことだけ言ってるからね、しかしですね、これ、銀の丸底大きいですよ、大きいんです、大きいんですけど ね、 ね、それはね、あのしょうがないんですよ、これ性格だから、はい、いやこれはこれはやっぱこれは有吉九段よしでしょう、いやこれで内藤さんがいいと思いますよ、10秒これがこっちがこうです、加藤さんね、いいですか、じゃあ私が加藤さんに説明します、いいですか、加藤さんね、現在銀の丸底になりました、ね、しかしこの角はここへ出れませんね、こう歩を突いても飛車で取られますね、はいはい、この飛車動けませんね、そうするとですね、後手5四銀、ここでですね、桂馬を取り返されて、はい、ね、そしてと金が例えばこういうふうになってますね、ね、ですからこれはですね、まあ、私は先手8一歩成る、まあ、これ当然こうなりますね、内藤さんの方がいいと思う、でこう、それでこれ、これごめんなさい、こうですよね、後手5六歩、あでこうこう、まあこうついてきまして、これ二局目はこっからやってみよう。まあこれそれでですね、はい、これ5六とついて、はい、これはこれは同飛車の一手ですよね、というのは同飛車の、で、同飛車の3七角成で終わりですから、なるほど、これははい、もう同飛車の一手ですよ、すごい手知ってんね、それでまあまあね、はい、まあ、こういうことでしょう、なるほど、でまあ6五歩にこう抑えるぐらいですよね、はいはい、まあ6五歩に抑えて、でまあ、まあ、展開としましては、こちらが、はい、6五歩と抑えましてですね、はい、まあ、ここでですね、まあ後手4三金右、ちょっと違うんですよね、でも、まあまあ、なるほど、まあ、あでもいい手ですよね、あ確かに、はいはい、あのなかなか、はい、あのこれがこちらこうですかね、はい、あなるほど、えこれもとっても手が、はい、あなるほど、手堅いですよね、で先手9一と金、あまあ駒得ですよね、駒得測るということで、うん、まあ、さてここ で、 でこうですね、でうーんと10秒、まあ5五角か、まあ5五銀なら飛車逃げますわね、はい、5五銀ならちょっとあとはちょっとね、ちょっと銀でのちょっと重いですよね、4六歩と突くんじゃないかと思うんですけどね、4六歩は取る一手ですもんね、まあこれ4六歩はもう取る一手 で、 でそこでまあ5五銀なら飛車を逃げておくんですよね、5五角、まあまあそうです、はいはい、それでまあ6、まあ、歩は 下じゃないでしょうか、上ですか、上ですかね、微妙ですね、いやというのは、じゃあ、あの六五上だったら六六歩っていうのがありますね、はい、もしかしたらそうかもしれませんね、それが嫌なんですね、はい、はい、こうです、なるほどね、そうですね、さあそうするとこうですね、六六、六七歩、はい、で六六、はい、歩同歩同飛車、こう、はい、
こうやってこうやって先手6七歩、はい、でこの局面ですけども、ここで有吉九段の方から歩を打って同歩にどうだとどうだと、ね、そうならないんですよ、ね、なぜかというとここで歩を打った時に、これね取るっていうのは白と思わないんですよ、ね、そうじゃないんですよ。あの一応こちらつきましたね。まあ、そうですね、これは、まあ、取りですね、手筋ですね、これは取らないと4七歩となられたらちょっと形が良くなっちゃうので、これはまあ取るしかないでしょう。まあ、今もともと取るしかなくても、あ、そうだ、ここはもう7三と金と寄りますね。あ、ここで7三と金ですね、絶対に。ここで、あ、そうですか、はい、もう絶対、もうあなたが絶対と言ったから絶対でしょうね、絶対、もう絶対。いやいや、いや、だって、これはほら取って突き出せばなるほど、後手6六歩。あ、やっぱりいや4六歩同歩はちょっと甘いと思いますけどね。取った手が、取った手がね、やっぱり奈良さん取ったをやって、でいやというのは6六歩がこれ甚だ厳しいんじゃありません、この手。そう、すごく厳しいですね。ねえ、とても厳しいんですけどね。ねえ、厳しいんですけど、まあ同歩は同飛車です、はい、いやここで考えるのはこちらとしては6五に香車を打つとか、まあ、7三と金とか、まあ、1回取るんじゃないでしょうかこれね。7三と金ね、1回目の考慮時間に入りました。ここで1回目の考慮時間ってやっぱりプロですね、難しいところですもんね。そうですよね、確かに今のところ非常にまあ熱戦ですね。この対局姿いいじゃないですか、そうですね、この2人、ね、あの内藤九段はいつも背筋がそっと伸びてますでしょ、はい、で、あの人はいつもちょっと前傾姿勢で、あの先ほど衛生規制がおっしゃったように駒がですね、ちょっと、駒が引いててドーンと前に出るわけですよね。あ、だから駒の置き方と姿勢が同じなんですね。同じなんですね。考えて、必死に考えてるじゃないですか。いや、もう二人はペラ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 喋ってるけど、ね、ところでね、最後にね、テレビご覧の方はね、はい、私と加藤さんの中はいいと思ってるんだろうか悪いと思ってるんだろうか、見てる人は、これを後で、はい、あ、まあそうだ、羽生先生はどう感じてるか、はい、後で聞かせてもらいましょうね。はいはい、そうですね、はい、先手6五香車。うん、まあね、いや本当に激しい戦いが続いてますけれども、この現局面で米長先生でしたらどちらを持ちたいと思いますか。まあ、ちょっとここでは有吉さんの持ちたいかなって気がしますね、うん、こうなってみますとね、うん、はい、私も同感で、あの有吉さんの玉が金4枚がやっぱ硬いですから、7四歩、いやでもこれからもまだまだ目の離せない戦いになりそうですね、本当にどうもありがとうございました、はい。